桐生さん、桐生さん。なんだ、田村か。どうしたんだお前。いや、ちょっと桐生さんに紹介したいやつがいましてね。青木と言います。実はこいつ、俺がいつも情報を流してる雑誌の駆け出し記者なんですわ。雑誌？ええ、スパって言うんですけど、読んだことはあります？俺が拾った情報を高く買ってくれるんですよ。で、今この町で一番生きがいいのはって聞かれたもんですから、旦那のこと。あんまり変なこと言いふらすなよ。はい、わかりました。今後ともよろしくお願いします。ああ、じゃあまたな。おう、来たか。失礼します。ああ、ご苦労さん。キリ、奪った金返してもらおうか。悪いな、今急いでるんだ。このままじゃ引き下がれないんでね。腕っぷしのいい奴を雇ったよ。生きて帰れると思うな。覚悟しやがれ。
ユミ、ニシキ。島組長、桐生組長が趣味を無理やり、だから撃っちまったんだ。カッとなっちまって何発も何発も。弓弓おい、しっかりしろ。やっちまった。東商会の大幹部を。ニシキ、ユミを連れて逃げろ。何言ってんだ。おめえこそユミ連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。次の手術が最後なんだろう。そんな時お前がいねえで誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。でもお前は行け、錦。弓を頼む。桐生は行け。ふざけるな。俺がやった。金のことで組長と揉めて。いい加減にしろ。伊達君、もういい。よかはないですよ。奴はこれから組も通って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。これはヤクザの抗争だ。誰がやったかは問題じゃない。迅速な事件の解決、それが今求められる全てだ。くそ。刑事さん、俺の持ち物の中に指輪があります。そいつを若頭の風間に渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか。そりゃ分かってます。約束はしねえぞ。はい。囚人番号1240、面会だ。俺は破門でいいのか、俊二。はい。自分の親殺したんだ。絶縁なんじゃねえのか。東条会三代目世良会長が破門にすると決めたそうです。どういうことだ。自分にも分かりません。ただ風間の親さんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。堂島組はどうなるんだ。風間のおやっさんが引き継ぐそうです。そうか。時間だ。
兄貴、ユミさんが行方不明なんです。事件の次の日からユミさん記憶をなくしてたんです。錦のおじきや兄貴の言葉で急に病院から姿を。すいません、風間の親さんには口止めされてたんですけど。おい、時間だ。誰かちゃんと探してるのか。はい、錦のおじきや風間の親さんが。聞こえんのか。信じ、弓を頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。なんだその態度は。そこ何やってるか。なんだよ、話せこの野郎。うるさい、来い。あれはか、たく物騒でいけねえな。おっと、こちらさんも物騒な面してる。なあ、あんただろう、自分の親分殺したってヤクザ。黙って食ってろ。さすが貫禄だね、堂島の竜。堂島組射程頭補佐桐生一馬。何やってんだよお前ら。登場会の幹部やったんだ。こんくらい想像してたろ。堂島組長があの世で寂しいとさ。誰の命令だ。世良会長だ。登場会の三代目だよ。なんだと。何が堂島の竜だ。あの野郎絶対に生かしておけねえ。俺はまだ信じられないっすよ、あの桐生のおじきが親殺しをするなんて。何かの間違いなんじゃないですか。現行犯で逮捕されてんだ。間違いも何もねえだろうが。たく、これから組立ち上げさせて堂島組に貢献してもらおうって時に何勘違いしたか知らねえが、組引っかき回しやがって。組の方は風間の頭がまとめてくれてるからなんとかなりそうだが、頭の頭でどうけじめつける気だ。なんといっても桐生は
頭のお気に入りだったんだからな。頭のお気に入りといえば、錦山はどうしてるんですか？さあ、見てねえが、やつがどうかしたか。いや、せめて捕まったのがあいつだったら、話もこんなにこじれねえで済んだのにって思いまして。ちげえね。今からでも茶かもたせて出頭させるか？だから現行犯だっつってんだろうが、ボケ！その役にも立たねえな。あいつ何のために組にいるんだ？そんな嘘でしょ？嘘って言ってよ。だって錦山君言ったじゃない。大丈夫、俺がユミを助けに行くから心配するなって。それなのにどうしてこんなことになっちゃったの？ねえ、錦山君助けてあげられなかったの？何もできなかったの？どういう意味だ？え、俺が役立たずだって言いたいのか？そんなつ…お前までそんなこと言うのか！食事始め。囚人番号1240、手紙だ。え？この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。おやさん、で、三代目、今日は一体何の緊急幹部会で？やつから緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？いやかましか！
前、今のが下手な作り話やったら、縁故やすまん話やで。三代目、その情報、どこからだ？関西、五代目海連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな！搭乗会2万5000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたら、どんだけの血流れてるか、わかっとんのか、おら！島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ？この件は搭乗会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや、そんなんで納得いくか。会長、三代目会長、どうするんですか会長。10年、お前のいない10年で搭乗会はすっかり変わった。お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、弓のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないこともスターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。